はい、皆様こんにちは。お元気で社交ダンス楽しんでいらっしゃいますか？さて今回は、CBMP などで女性の外に出たり、また、男性の外側に前進したりする、女性のためにですね、この時の強力なテクニックをご紹介申し上げます。むしろ競技選手なんかにとっても大切な体をちょっとねじるテクニックですね。プロムナードポジションの時も重要です。はい、こんにちは、ダンサー内藤でございます。さて今日のテーマはですね、タイトルに、ね、ありますように、例えば右靴の上に左肘ということはどういうことか、右の靴を出します。その上に左肘というか、ここですよね、左肘のね。ですからこういう感じですよね。これは何か、スタンダードなどでですね、スロー、クイック、クイックって、こういう時に、こうバランス悪いな、こういう時に、まあ、右靴の上に左肘と思ってもいいし、逆に左肘の下に右靴と思ってもいいんですが、これからそれを解説したいと思います。私はダンサー内藤で、プロフェッショナルダンサー、プロダンサー内藤でございます。今日お手伝いいただくのは陽子先生がお休みなのでおりませんので、私一人で解説申し上げたいと思います。ですね、まあ、この動画はですね、このレッスン動画は、まあ、主に初中級者、そして時々は競技選手、上級者、プロフェッショナル競技選手とかね、もう幅広くですね、対応してね、その時のそれぞれの話題を振っていきたいと思うんですが、まあ主に今回はですね、やはり初中級者の、ダンス生徒さんですね、生徒さんとか、まあ、アマチュアの選手とかね、そういう方の、ためのレッスンですけれども、プロムナードポジションをね、こう単語でリンクなどします。そしてこう出ますね。で次にもこれをこういうふうに、CBMP とかね、行きます。そういう時に体をねじらないといけないじゃありませんか、このダンスをね。普通だったらば、まあ、ラテンなんかは特にあんまりねじるというのもね、普段はありません。もちろんいろんな意味でね、 PP とかパソコンとか出てきますから、その時は必要ですけどね。特にスタンダードですね、スタンダードで男性が女性が外に出る、クイック、クイック、スロー、単語のオープンリバースターン、レディーアウトサイドなんていう時ですね、とか自分はこの例えばホイスクで PP になる、もちろんここも PP ですから、 PP とくればサイドミドとか、この CBMP ですね、こう出て、そしてシャッセをして3来ました。そしたらまた次にここを女性の外に出るじゃありませんか。そしてフェザーステップもスロー、クイック、ここ女性の外に出るじゃありませんか。そういう時にサイドミドとか、この出た足ですね、この時に体がこうなってると、外に出てこうなってれば、要するにニュートラルといって、この左右どちらにこうですね、左右どちらにもこのサイドミドがかかっていない状態、まあ、多くは左サイドミドと言いますね、かかっていない状態にすれば、当然外に出た時に体がガバッと真横に並んだりして、ホールドは維持できなくなりますね。ホールドはキープできなくなるというよりも、男性女性組んだ状態に見えませんもんね。ですから外に出る時にこういうふうに体をかなり回転させて CBMP に出ると、一応ホールドしている感じがね、左右にずれて向かい合ってホールドしている感じが保たれるので、そういう時のね、練習をする時に、まあ、少しねじるとか、かなりねじるといってもなかなかピンとこないじゃありませんか。そういう時にね、時々まあこういうふうに教えられる先生がいらっしゃいますね。今言いましたように左肘の下に右靴を置くと、でそんな風に聞くとね、なかなか分かりやすいじゃありませんか。目安があるのでね、ただ単にねじれとかね、回転させると言われても、なかなかどのぐらい回転させたらいいか分かりませんもんね。ですので、例えばフェザーステップやってみましょうかね。そうだね、フェザーステップね、もういい加減ですからね、こうやってどんどん喋るんですけどもね、何を教材にしたらいいかというか、あまり完璧じゃない、ね。ですから、スローフォックスをこうワン、ツー、スリー、男性で、女性も一緒にしますからね、ワン、ツー、スリー、フォー、スロー、でクイックで、ここから右足を外に出すために、サイドリードになりますね。ですから、この時に、左靴の上に
左肘を持ってきました。これは簡単ですね。あの左肘の上にじゃなくて左肘の上にじゃないな、左肘の上に左靴を持っていこうとしたら大変ですから、左肘の下に左靴だったら、これは同じ側ですからね、こういうふうにこういうふうに、こんなステップはあまりありませんが、こういうことをすればいい、簡単ですね。ですからフェザーステップのスロー、最初のクイックは簡単です。左肘の下に左靴で、次ですね、クイックとした時に同じ左肘の下に右靴を置くつもりですね。そうするとかなりねじることになりますね。だってもう、今ここから90度ねじらないとできませんよね、理屈的にはね。だから実際はできればそのぐらいねじりたいところですし、仮にちょっとオーバーでそれをしたとしてもちょっとできなくてお釣りが来たとしてちょうどいいぐらいです。実際はどのぐらいねじればいいかというと、まあ45度ですね。ということは これがニュートラルですから、今こちらにこう斜めに向いてるとすれば、まっすぐにしましょうかね、こういうふうに向いてるとすれば、これがニュートラルとすれば、外に出るときは大体もう45度か、もうちょっと行きたいね、60度ぐらい、こういう角度は教科書には書かれていませんけどね、行きたい。もっと言えば、もちろん90度でも悪くはありませんね。だけどまあ、実際問題は60度ぐらいでいいわけです。ただそうすると、60度ぐらいと、精密に言うとこのぐらいですから、右靴の上に左肘は乗ってませんが、それをこのぐらいのつもりでやると、これだけ説明してねじっただけでちょっと汗が出てきましたけども、まあ、お釣りが来てちょうど60度ぐらいになるということですね。現場でいろいろ考えて、スウェーをせないかん、ホールドもきちんとせないかんと考えると、その、全部ね、靴の上に乗せるとかそういうふうに考えられないので、まあ、ちょっと、ダラダラと少しできなくても、60度ぐらいにはなってるので、いい感じですけど、ね。なので、そういう練習をしましょう。で、フェザーステップがこういうふうに、ね、なって、そして戻しながら、リバースターンとかに行きますね。じゃあちょっと皆さん一緒にやってみましょうね。私一緒にやってみましょう。もう足は小さくいきましょうね。スロー。はい。左靴の上に左肘。同じく左。今度右靴の上に左肘。ね。クイック、クイック。戻して、スロー。クイック。はい。見やすいように斜めにしましょうかね。スロー。クイック。そして、クイック。ね。このぐらいねじらないといけませんね。姿勢もよく。そして、戻しな。大丈夫でしょうか。今度違う例をしましょう。今度オープンリバースター、レディアウトサイド。タンですね。タンをこう、まあ、ウォークを2本下にしてから、クイック、クイック。ここですね。今度は交代になりますが、女性が外に出ます。じゃあ今度はどうしたらいいか。もうお分かりかと思います。今、こうなるので、左靴の上に右肘ですね。つまり、反対のね、左靴の上に左肘じゃなくて、右肘。右靴の上に左肘というのは大変ですよね。だってこういうふうに今開いて、もし左靴の上に、右肘って言ったらこうですよね。左靴の上に左肘は簡単ですよ。同じ側ですからね。ですから今タンゴのオープンリバースタンゴ、クイック、クイック、スロー来ました。この時に、左靴の上に右肘、かなり大変ですね。実際は60度ぐらいなのでこのぐらいでいいんですが、とにかくこういう練習をするとここに女性が入ってきて、それは踊りやすくなりますね。こういうふうにクイック、クイック、ついこう言ってしまうので、外に出る女性がね、こう外に出ようと思っても男性の腕が邪魔をしてしまって、なかなか出れませんね。だからあんたしっかりちゃんと CBMP に下がっても私が出れないじゃないか、ね、いやいや、お医者さん下がってるからさ、こういうちゃんとホールドしてギャップこなきゃいかんって、もっと強く動かんからそういうふうになるんだから、弱いからそんなふうになるんだから、お前はとか言って喧嘩になっちゃいますからね。これこういう場合はね、やっぱり男性が悪いよね。クイック、クイック、ね、そして右肘の下に左靴、スロー、ね、で次にニュートラルになって直す。そしてオープンリバースター、もしまた今度、オープンフィニッシュ、外側に出てくれば、この時クイック、クイック、スローという、さっきのフェザーステップ、フェザーステップと一緒なので、バランス悪いね。こういうふうに右靴の上に左肘が来ますね。じゃあこれも2回ほど。なかなかカメラを映す範囲が限られますが、ここでしましょう。はい。クイック、クイック、スローね。そして、クイック、クイック、スロー。左肘の下に右靴を入れちゃう。ね。はい。大丈夫ですか？ちょっと切れちゃったかな。
もう一回しましょう。クイック、クイック、ね。だからその前にここで、ミークツーの、言い忘れましたけど、ミークツーの上に右肘ですね。そしてここで、足を変えた時も左靴の上に右肘。そして、クイック。ここで、左靴の上に左肘ね。そして、こうですね。はい、じゃあ次は女性をね、しましょう。男性ばっかり優先でね、女性を忘れてしまいます。先ほどのフェザーステップでちょっとやってみましょうね。なかなかこうねじるのでね、バランスが大変だと思うので、ライズせずにもうべちゃべちゃでいいですね。このねじる練習だけに集中しましょう。そうするとフェザーステップですと、斜めでワン、ツー、スリー、フォー、スロー、クイックですね。この時に、こういうふうに、まあ、右靴の上に右肘。これは簡単ですね。そして次に、これが大変ですね。この時に、ちょっとさっきの男性のバックとしても、私もバランスが悪いですね。レッスンしている割にはね。左靴の上に右肘、いちいち言うのが大変ですね。そしてまたニュートラルに戻します。じゃあ、2回ほどしましょう。4、スロー、クイック、クイック、ね、こういう感じですね。こういうメドを作ると分かりやすいです。では、タンゴのオープンリバースタンドの方をしましょう。まあ、2本ウォークなどをして、オープンリバースタン、レディアウトサイドですから、ヒールターンはしませんね。クイック、クイック。でここで、左、肘と左靴。そして、こうですね。ここは年代、大ねじ、大きいねじで、しっかりねじらないんですね。そして、クイック、クイックと来たら、また、今度は左靴と右肘。ね、反対向きからもう一回しましょう。クイック、クイック、ね、こうですね、スロー。そして、クイック、クイック、スロー。ね、こんな感じで、まあ、PP の時もね、この PP でこの2歩目ですね、こういう時に、右靴の上に左肘、女性もそうですね、こういうふうに、スロー、クイック、ここですね、ここの時に、右肘の下に左靴、こういうねじりを作ると、プロムナードなどもやりやすくなるんじゃないでしょうか。今日はここまでしましょう。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。結構これはですね、CBMP などで足を出す時の強力な練習方法になりますね。一人で十分練習できます。男性、女性とも練習できます。そして、最後の方でちょこっと言いましたけども、プロムナードポジションの時も非常に応用が効きますね。フォーラウェイリバースなんかも、強力な助っ人ですね。では練習頑張りましょう。さようなら。